こんなに積もっている雪でも、春が訪れると溶けて、新しい命で潤うのですね。私も、冷たいままではいられないわ。春は、もうすぐそばまで来ていますから。気持ちを受け取った以上、それに応えるには確かお食事の支度と非番の日のお付き合い、訓練などの通常業務においてもモチベーションの向上に応じて、ごめんなさい、今少し考え事をしていました。そのまま続けて。